千葉市立磯部第一中学校は、千葉市美浜区磯部にあった、公立中学校。学校の略称は磯部一中、磯一。2013年3月に、磯部第一中学校と、磯部第二中学校の統合により、千葉市立磯部中学校が新設され並行した。千葉市44番目の中学校として、1980年に1年生、4学級で開校した。 学区は、三浜区磯部3丁目、4丁目16の28番、5丁目、6の16番、6丁目、7丁目、8丁目である。ケミ川の浜から徒歩10分の潮風薫る場所に立地している。生徒数減少により、2013年度から、千葉市立磯部第二中学校と統合し、千葉市立磯部中学校が新設され並行した。 なお、統合後の新設校の校舎は本校を使用する予定だが、改修のため統合後数年間は磯部台に、中学校の校舎を使用することになっている。開校以来校則が存在せず、代わりに5つの約束時が制定されている。名札をつけよう生徒が制服を着る機会がほとんどないことから、境外化している。挨拶を使用真面目に取り組もう礼儀正しく使し用。 時間を守ろう前日の1999年に行われた校庭改修工事以後、テニスコート、バスケットコートはフェンスで仕切られることになった。磯部第一中学校では制服のことを標準服と呼んでいる。標準服は男女共にブレザーであり、ネクタイの色は男子が青で女子は赤である。ジャージは3種のデザインがあり、各学年ごとにローテーションになっている。 標準服の着用が義務付けられるのは、全校集会や定期試験などを月に数回程度である。逆に、ジャージの着用は、清掃、体育など、頻繁に義務付けられている。したがって、ほとんどの生徒は普段、峠工事を含めジャージで過ごしていた。2012年度から、ジャージのデザインは変更され、統合後は制服による峠工へと変化し、 制服のデザインも変わる予定である。文化祭において使用されていたスローガン全国的にも珍しいヨット部が存在する。他、千葉県所属中学校土俵教育開発オンライン。2017年1月22日閲覧。千葉市三浜区通学区なおバスケットボール部は体育館を基本的な練習場としている。ただし、1999年は、 皇庭改修工事が行われたため、三浜触れ合い広場にて大体開催された。この名称は合唱コンクールに継承されて現在に至っている。1999年は文化祭ではなく20周年記念式典生徒の部として行われたため、回数にはカウントされていない。ありがとうございます。